お寿司はすぐに食べてください。オッケーオッケー。いらっしゃいませ。 Welcome to サムライ寿司スピリッツ。どうぞ。はい、In this video, we are going to show how to eat sushi at the sushi restaurant, which is often mistaken by many people. よろしくお願いします。はい、それではマナーその1、時計は外しましょう。どうも大将、こんにちは。いらっしゃいませ。いやー、今日楽しみにしてきました。ベリーベリーワクワク。こちらこそ。ナイスウォッチ。ナイスウォッチ。ソーリー。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。今日ワクワクしてます。楽しみにしてます。こちらこそ楽しみにしております。はい、素晴らしい。時計は外しましょう。お寿司屋さんではカウンターでは時計を外すように日本では言われております。まあ、なぜかというとですね、まあ、こちらの、まあ、簡単に傷が入るっていうのがまあ一番な理由かと思います。傷つけないようにですね、配慮してもらったらいいかと思います。まあ、でも一般的にはですね、時計は外すっていうのがお客様が多いです。マナーその2、お寿司は出されたらすぐに食べてください。このまま食べないで置きっぱなしはブーです。へい、お待ち。わーお。グー。はい。ビューティフル。お寿司はですね、ここに出されたら出されたと、もう同時に食べるぐらいすぐに食べてください。出した時にですね、こういう高級寿司店の寿司なんかは特に出したらふわって下に沈みます。その沈んだ瞬間に食べる方がいいと言われてます。そのまま置いてたらですね、せっかく中に空気とか入ってるのがどんどん締まってきて美味しさが半減してしまいますので、お寿司はすぐに食べてください。マナーその3、お寿司は手で食べてほしいです。箸で食べていいですか？できれば手で。ありがとうございます。お寿司はですね、まあ、よく聞かれるんですけども、お箸か手か、まあ、僕ら作り手からしたらできれば手で食べてほしいです。なぜかというと、シャリ、僕らすごい温度を気にしてて、もう美味しい温度で管理してます。箸だとその温度が伝わらないし、ちょっと崩れやすくなります。僕らは手で食べるのを想定して握るんで、もし箸で食べる場合を見たらちょっと固めに握るんですよ。なんで指でシャリの温度を感じていただいてですね、この持った時点でその美味しいというのが伝わるのと、箸で口に入って美味しいと伝わるのでは全然美味しさが広がらないんで、ぜひ指でまず感じて美味しいを知ってほしいですね。それではマナーその4、自分のカウンターの周りやテーブルの上を小物等で散らかさない。ここはですね、ぜひ守っていただきたいです。今日は楽しみにしてます。その前に、あ、sorry、ありがとうございます。お預かりします。はい、自分の身の回りスペースですね、ここを散らかさないようにしてほしいです。なぜならですね、まあ、その小物とかそういうのがですね、いっぱい散らかってたら食器に当たったりとかして器が割れたりとかですね、そういう危険もありますし、何よりですね、僕らはですね、食事するスペースにセットをします。箸置きはここ、醤油入れはここ、そういう配置をとても大切にしてます。パッてお客様が来られた時に、そのロケーションも食事の一つと思ってるんで、できるだけですね、見栄えよくしていただきたいなと思います。まあ、携帯電話ぐらいだったらいいかなと思います。それではマナーその5、料理をですね、勝手に写真を撮らないでほしいですね。わーお、
No, 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 no. No. 写真をですね、勝手に撮らない。まあ、その理由なんですけど、もうここはですね、完全にもう、そのお店、お店によって違うと思いますけれども、こういう高級店は勝手に撮られるのを嫌がる職人さんが多いです。で、写真がダメではなくてですね、撮る前に写真撮っていいですかっていうその一言あれば、どうぞどうぞ撮ってください。一緒に写っていいですかって、どうぞ一緒に写りますよってなりますんで、まずですね、撮る前に一言言ってもらったら、こっちもすごい気持ちよくなりますし、いいかと思います。まあ、これはあくまで僕の試験です。はい、どうぞ。Can I take a picture? Okay. Thank you. Together? Okay? Okay, okay.Thank you. こちらこそ。はい、それではマナーその6、お店の中で大きな声であまり喋らない。楽しいね。本当に楽しいですね。いやー、美味しいな。うわー、美味しいな。なぜかと言いますと、他のお客様もその場を楽しんでおります。お店の雰囲気もあります。全然喋ってもらっていいんで、他のお客様が不快に思わないぐらいの場を見極めてですね、お話しして楽しんでいただければと思います。 Let's review the manners at the sushi restaurant now. Take off your watch and jewelry at the table to prevent damaging the restaurant's interior so that you can taste it in perfect balancePlease try to eat the sushi as soon as possible when it's served. For the best tasting of sushi, try to eat with your fingers instead of using chopsticks. Do not spread your personal belongings on the tables so as not to disturb the atmosphere and the style that the restaurant cherishes. Make sure to ask when you take the picture to the staff.Be thoughtful about the sushi chefs and staff who deliver the hospitality with their hearts. Do not speak too loudly so as not to disturb the mood of other customers or the atmosphere of the restaurant. ありがとうございます。またお越しくださいませ。Thank you for watching until the end. Videos will be uploaded every Tuesday, Thursday, and Saturday. So please subscribe to our channel and leave a comment. Please also follow us on Twitter, Instagram, and our Facebook page. Tag me on your post if you give it a try. See you in the next video.